トロメリン島はわずか1平方キロの何もない島であるが、18世紀に100人近くの奴隷がここに放棄され、ほとんどが行方知れずとなった場所である。1761年7月31日の夜、フランス東インド会社の船ルティル号に乗っていたジャンドラ・ファルグ船長はインド洋上で2枚の地図を前に頭を悩ませていた。全く同じ海域の地図だが、互いに一致するところがほとんどなかったからである。マダガスカル島の東海岸から出港した船は、最大風速20ノットの強風にさらされながら真っ暗闇の中を進んでいた。船がコースから外れているのかもわからず、正確で信頼できる地図がないので、こんな時は速度を落として日が昇るまで待ち、方向感覚を取り戻すのが賢明であるが、急いでいた船長にそんな余裕はなかった。140人以上の船員と共に、当時フランス島と呼ばれていたモーリシャスからマダガスカルへ西航し、牛肉と米を輸送していた。船は数日後にモーリシャスに戻る予定で、これは船長と乗組員しか知らない計画である。牛肉と米の代金だけでも良い稼ぎになったが、もっと大金が欲しかった船長はマダガスカル東海岸の町フルポワントで原住民の男女と子供160人を乗せ船蔵に閉じ込めた。船長は彼らをモーリシャスで奴隷として売り、さらなる金儲けを企んでいたのである。当時この島では奴隷売買は禁止されていたが、逆に高値で取引されるようになっていた。だが2枚の異なる地図と急いでいたことが重なり、航路を誤って岩礁に座礁してしまう。船体はあっという間に粉々に砕け散り、数分も経たないうちに水浸しになった。船長と乗組員は船を捨てて安全な島まで泳いだが、18人が嵐で海に流され、船員120人以上と約60人の奴隷はなんとか島に到着したが、船蔵から出られなかった者は激流に飲まれ溺死している。日が昇ると船を完全に失ったことが分かり、彼らは人生最大の苦境に立たされていることを知る。彼らは当時砂の島と呼ばれていた、まさに砂だけの島に取り残されていることに気づく。1720年代にフランス人が見つけたこの島はマダガスカル島の東約450キロに位置し、かつては火山であったが、数百万年以上かけて浸食され、島の陸地面積は1平方キロほどしかない。さらに島の一番高い場所が海面からわずか7メートルしかないため、遠くの船を見つけることはほぼできない。またわずかな雑草と膝の高さにも満たない低木を除けば、島には食べられるような植物がほぼ生えておらず、そのため動物も少ない。近くの岩礁には魚がいるが、釣りも容易ではなく、島に上陸するのは海鳥と岸に上がってくるカメだけであった。加えてこの島は赤道の真南に位置し、温暖な熱帯気候に分類されているが、木や日陰がないため島の気温は一年中暑く、平均気温が27度下回るのは7月と8月だけで、それ以外は太陽が照りつけうだるような暑さが続く。さらに激しいサイクロンや熱帯低気圧も容赦なくやってくるため、たびたび風雨にさらされ、しかも島に流れ着いた直後からすでにジャン船長の様子がおかしくなっていた。遭難させた責任と、もはや楽しみにしていた大金が手に入らないだけでなく、もし助かったとしても奴隷売買がバレて裁かれることになり、多くのストレスに耐えきれなくなった船長は神経衰弱に陥る。すでにまともに指揮が取れなくなっていたため解任され、一等航海士のバルテレミー・カステラン・デュ・ベルネが後を引き継ぐことに。まずは生き残るための体制を整え、しばらく船員は島に流れ着いた残骸を拾い集めたり、難破船まで泳いで船内に残っていた物資を回収。おかげでかなりの量の薪や食料、多くのものを備蓄することができた。当初船員たちは飲み水の調達を優先しなかったため、最初の数日でマダガスカル人8人が脱水症状で死亡。そこで井戸を掘り水を確保することに。
だが同じ境遇にありながら両グループ間の社会的な隔たりは埋まらず、調理用のオーブンや金属を溶かす火事場を作るなど必要な作業は分担したが、食料や水の備蓄は奴隷とほぼ共有しなかった。さらに船員は島の反対側にキャンプを張り、奴隷から離れて暮らしていた。船乗りと奴隷との立場の違いは、難破船の残骸を使って船を新造した時に明らかとなる。驚くことに彼らは単に廃材でイカダを作るのではなく、ゼロから小型の帆船を完成させた。船はプロビデンス号と名付けられ、座礁から2ヶ月近く経った9月27日必ず助けに来ると約束して、60人の奴隷全員を置き去りにしてプロビデンス号は砂の島を出港。4日間の航海の後、マダガスカルに到着したが、船内に病気が蔓延し、ジャン船長を含む数名が死亡。無事島に帰還後、バルテレミーは総督に召喚され、激しく非難されたが、約束を守るために奴隷の救出を何度も訴えた。だが当時は世界の覇権をめぐりフランスとイギリスの間で7年戦争が続いていたため、一隻の船も出すことができず、総督は要求を拒み続け、マダガスカル原住民の望みは断たれてしまった。プロビデンス号が島を離れた後、残された60人ほどの奴隷は救助船を待ち望んだが、一向に現れることはなく、結局誰も近づかないこの島を住処にするしかなかった。限られた天然資源の中で彼らは砂に穴を掘り、サンゴの岩で強化した避難場所を作った。彼らは中央高地出身だったため、沿岸の食料調達に不慣れで、さらに島にやってくるカメを食べるのは彼らの文化ではタブーであったが、空腹には勝てない。それでもあまりカメは食べずに済んだようで、主にたくさんいた海鳥を食べて暮らしていた。なんとか食料と水を調達し、避難所も作ったが、彼らの人口は減り続け、病気か栄養失調かもしれないが、原因は不明である。フランス人が島を離れてしばらくして、残った木材を使い、大きなイカダを作り、18人が助けや陸地を求めて漕ぎ出したが、二度と姿を現すことはなかった。時が経つにつれ、不毛の島に取り残された彼らの希望は絶望に変わり、3年後には奴隷の大半が死に絶え、60人いた生存者はわずか15人になっていた。プロビデンス号がマダガスカルに着いて1年後、バルテレミーはフランスに帰国したが、男気のある彼は手紙を書いて奴隷の救出を訴え続け、総督の抵抗に遭いながらも、政治的影響力のある複数の役人に粘り強く働きかけていた。そしてルティル号沈没から11年後、終戦を迎えた時にようやくバルテレミーの努力が実ることに、彼のしつこさに辟易したフランス島の海洋大臣は奴隷を救出する船の派遣に同意したが、状況は遅々として進まず、船が砂の島に派遣されるまでさらに3年を要した。業に足したバルテレミーはフランスメディアまで巻き込んだが、救助活動は何度も苦難に直面。最初の船が派遣されたのは1775年のことだったが、岩礁の外縁に到達したところで引き返さざるを得なかった。さらに1年後、2度目の挑戦が行われ、今度はかなり島の近くまで到達することに成功。その場に停泊し、手漕ぎボートを向かわせたが、すぐに嵐が発生して岩礁に衝突。一人の船員が島に取り残され、もう一人は泳いで船に戻った。取り残された船員は奴隷たちと合流し、イカダ作りを指導することに。海鳥の羽の帆をつけて完成したイカダは船員と奴隷6人を乗せて出港したが、こちらもインド洋で消息不明となっている。再び試みは失敗となり、彼らの新たな希望は打ち砕かれた。やがて彼らは島から離れられないと考えるようになり、自分たちの運命を受け入れるようになる。だが1776年11月29日、トルメリン艦長率いるフランスの軍艦ダフネ号がついにこの島に到着。彼らは目の前の光景に衝撃を受ける。すでに難破船事故から15年が経ち、
生還した約60人の奴隷のうち、生存していたのはわずか7人の女性と生後8ヶ月の子供だけとなっていた。海鳥の羽を編んで作った服を着ていた彼女たちを前に、艦長は彼らの生活状況を知り驚愕。彼らは小さな集合場所や食料を貯蔵するサンゴの小屋を建て、船を監視するための見張り台まで作っていた。ついに試練は終わりを迎え、女性たちと幼児は船に乗せられ、15年ぶりにモーリシャスに到着。親身になってくれる新総督が彼女たちの自由を宣言し、マダガスカルへの帰国を手配したが、驚くことに彼女たちは帰国を拒否。再びナンパに巻き込まれるのが怖かったのかもしれないが、総督は彼女たちの決断を尊重し、モーリシャスの市民権を与えた。幼児は母親と祖母と共に総督に引き取られ、彼の敷地内で暮らし、その後に洗礼を受けて改名し、総督家族の一員となっている。後に砂の島からモーリシャスに移住した人もいたようだが、一応ここで彼らの物語は幕を閉じる。マダガスカル人の救出に成功した艦長に敬意を表して、砂の島はトロメリン島と改名された。今もインド洋に浮かぶこの小さな島では、300年前の悲劇を伝える遺物が見つかっており、2006年から考古学チームが現地を訪れ、当時の奴隷たちが誰も住めないような島で、15年間もどうやって生き延びていたのかを調査している。最初の探索では、難破船の残骸や怒り、大砲や弾薬、綱や鎖などを確認。次の探検では、彼らの遺物と島で亡くなった者の遺体に焦点が絞られ、発掘中に3つの建物が見つかり、台所のような場所にはオーブンと船から調達した銅の容器が積まれていた。容器には摩耗や何度も修理した跡があり、奴隷たちが入手可能な材料を使い器用に修理していたことがわかる。他にも手作りのスプーンや直火調理用の鉄の三脚、銅製の指輪とネックレスとブレスレット、髪のもつれをほぐす銅の櫛などが見つかっている。これらの発見はマダガスカル人が不毛の島で秩序のある小さな社会を築き、極めて厳しい環境下であらゆる困難を乗り越え、想像しうる最悪の状況を生き延びていたことを示す証拠である。あいにく一部の生存者のインタビュー以外、トロメリン島で15年間生き延びた者の声は記録されておらず、すでに歴史から失われてしまった。